はい、どうも、三原おじさんです。この3日間でですね、30人ぐらいちょっと、登録者が増えたので、まあ、改めて軽く自己紹介だけさせてもらいます。まあ、38になったですね、まあ、アラフォーのおっさんでございます。で、まあ、主に、まあ、自分の体験談を中心にですね、まあ、Vlog 感覚で、ベラベラ喋っているので、まあ、1100本ぐらい、動画はありますと。で、内容は、前から、お見合いでですね、100回以上振られているので、まあ、それの話であったりとか、あるいはお見合いの時の、その、まあ、細かな、ハウツーであったりとかですね、経験談を話しているのと、まあ、あとは、株ですね。1500万ぐらい儲けて3000万ぐらい損したというところから、まあ、言うたら失敗談、成功談。あと、CFP、一級 FP 技能種持ってるので、まあ、客観的に見たときにね、まあ、どういうものを買っていったらいいのかとかっていうようなことは話してますというところですね。はい。あとは、まあ、なんだろうな、時事的なところで言うと、香川照之さんのね、そう、一連の騒動から、まあ、いろいろ話したりとか、まあ、そういう時事的なところを話したりとか、で、最近は料理をですね、まあ、動画撮ったりとか、まあ、いろいろやってますというところです。ただ、まあ、下ネタ少なめでございます。1チャンネルそれで潰してるんで、で、というようなところで、やっております。はい。で、まあ、この、今回の動画は、個人向け国債について、まあ、それ、個人向け国債っていうのは何なのか分かってるけども、どういう人が好んで買うものなのかとか、まあ、実際、おじさん的にはどういうふうに捉えてるかというふうなところで、ちょっと動画撮ってほしいっていうふうに言われたので、それについて話します。で、まあ、個人向け国債、1万円から変えてですね、で、元本保証がありますというところですね。元本保証っていうのは、なんだろうね、まあ、もう、買った部分はもちろん元本保証はあるし、で、まあ、変動国債と固定金利と、まあ、あるんですけども、どちらにしても、まあ、損はしませんと。ただ、まあ、なんだろうな、まあ、金利であったら変動する、であったりとか、まあ、償還日までちゃんと持ってたら、これだけもらえるというようなことで、ありますと。で、まあ、言うと銀行金利でですね、預けるのに比べれば、利率はいいのでですね、そういう形で、持つのは僕はいいんじゃないかなと思うんですけれども、積極的にお勧めはしないかなというところです。っていうのは、60を超えた方に対しては、なんですかね、その、まあ、金融資産の持ち方の一つとして、いいと思うんですね。ただ、おじさんのその、言うたらチャンネルを見ている層って大体アラフォーの方が多いんですよ。アラサ、アラフォー、アラフィフはちょっと少なめなんですけども、言うたらこれから資産を、膨らませていかないといけない層っていうのが多い中で、個人向け国債っていうのはちょっと保守的かなというようなところでございます。で、むしろ、言うたら、NISA とかを使ってですね、チャカチャカ買っていくっていうのが、おじさんの、言うたら見てる視聴者層なので、個人的にはですね、まあ、外国株式のインデックスですね、まあ、最近ちょっと、厚切りエーソンさんとか、まあ、なんだろうな、まあ、いろいろこう、まあ、啓蒙してるけれども、今、アメリカのその、なんていうんですかね、インデックス、確か、高投資に関してはマイナス 20% とかそうなのかな。なので、あんまり良くないやないかっていう話なんですけども、こう長い目で見たときには、そういう、なんていうんですかね、まるっとこう、まあ、大きくインデックスを買っていって、やっていくっていうのがですね、過去の経緯から見たら、それがまあ一番、リスクを、まあ、ちょい取りで、リターンがいいっていうのが、まあ、見えているのでですね、まあ、そういう形で買っていくのが僕はいいんじゃないかと思いますし、そうしないと資産が膨れないので、まあ、そちらの方を推奨しているというところでございますね。だから個人向け国債は資産が膨らんだ方が、お金どうしようかな、あるいはその相続絡みで、まあ、なんですかね、渡したいけれども、銀行で預けとくにはちょっとまあ金利も安いし、どうかなっていう人に対して、おすすめはすると思います。ただ注意があるのは、そういう60代の方が、ネット証券使ってうんぬんっていう形で買うんじゃなくて、おそらく銀行で、購入すると。
なってくるとですね、銀行員、あるいは、まあ、証券の、職員は、その個人向け国債の一応、なんていうんですかね、まあ、それ販売はしてるのでね、やるんですけれども、ついでにどうですかっていう形で、個人向け国債やったら、これぐらいしかリターンないですけども、うちの商品これぐらいリターンありますっていう形でですね、別の商品を、売られる可能性があるんですよ。いうところでですね、ちょっと鋼の意思で買いに行かないと、別の余計な商品を買わされる可能性があるので、そこのところについては、注意しないといけないなと思ってます。基本的に銀行で買う商品、証券会社で買う商品っていうのは、手数料が高いんですよ。っていうところなので、基本的に購入は NG です。はい。それはもう、どこの専門家に言っても、NG と思います。窓班で買う商品って、その商品性の優劣っていうのはあるんですけれども、売買手数料で稼いでるんですよ。銀行も証券も。なので、そういうところの商品を当然ながら国債を販売するのと合わせて売ってるので、そういうところを、まあ、きちんとこう、認識しながらですね、買いに行かないといけないというところで、まあ、本来であれば、だからネット証券で買うのが一番いいんですよ。なので、ネット証券で、開いてですね、個人向け国債を買うっていうのは、それ全然いいと思うんですけども、店頭に行く際にはそういうところに気をつけないといけないなというところで、クソ商品捕まらされる可能性も十分あるので、彼らは、別に、なんだろうな、資産運用のプロではなくて、ただの信託の商品、投資信託であったり、投資信託の商品であったりとか、まあいろいろパッケージ商品のですね、販売のプロであって、運用のプロではないので、そこら辺のところでね、いろいろこう、高齢者とか、あるいは情報弱者に対して売るっていう、そのマニュアル、ノウハウ、きちんと揃えていますので、そういうところに引っかからないで、やっていくっていうのが大事になってくると。いうところなので、まあ、本筋とだいぶ離れたこと喋ってますけども、別に個人向け国債は全然悪い商品じゃないです。ないですけれども、店頭で購入する際には、合わせてその別の商品を紹介されたり、まあ、言うたら、なんですかね、金融機関にとっては、入り口商品なんですよ。そういう商品を販売してます。そんな、利益ってあんまないんですよ。旨味がないんですよ。旨味はないんですけども、顔合わせをするきっかけにはなる商品なんですよ。元本が保証されてます。言うたら、まあ、1万円から買えますっていうようなことで、そのためにだって、口座を開設したりとかね、いろいろやるわけですよ。で、だいたい1万円を購入しに来る人って稀有なわけで、だいたい100万単位で、昔ながら100万円からだったと思うんで、100あるいは10からか、やったと思うんで、まあ、手間もかかってるわけですよね。で、それだけで終わらせるわけがないので、まあ、A っていう商品があるんですけど、どうですか？ B っていう商品があるけど、どうですか？っていう形で、まあ、進めてくるというようなところなんで、それに対しては、もう、いや、もう私はこれ、国債しか買えまへんわっていうことをちゃんと言える人であれば、僕は買うのは全然ありだと思うんですけれども、そうでなければ、一つはネット証券で買うというところ、あとは自分でやる手間を惜しまないっていうところですかね。そこさえ守っていれば、僕は買う分にはいいと思います。ただ、オープンチャンネルっていうんですかね、ドアオープンチャンネルっていうんですかね、その、言うたら証券会社あるいは、金融機関とのその顔合わせきっかけで、取引をこういろいろ増やすきっかけになる、チャンネルということでですね、使われる側面もあるので、そこから先のですね、金融機関の営業に、営業や口車にですね、乗らないで入れる人は、それをやるのはいいと思いますけれども、そうでなければですね、まあ、いろんな人というか、まあ、おじさんもそうなんですけども、まあ、そこそこ、金融絡み、あるいは、まあ、株絡みに明るい人に、話聞いてですね、そういう銀行の商品とか、窓販の商品とかですね、証券会社の窓販の商品とかを、買わないでおく。
っていうところと、まあ、ネット証券でですね、インデックスの、その安い、まあ、手数料のですね、商品あるので、別に国外、国内問わずね、まあ、国内はいいとはあまり言えないですけども、まあ、先進国のですね、株式、先進国債券のインデックス、であれば、基本的に、そんな変な商品はないので、そういう商品を僕は積み上げていくことが、いいと思ってるので、そのネット証券でやるんであれば、そういうのと、まあ、なんですかね、色合いが違うものの一つとして、個人向け国債というのはいいかなと。特に、まあ、60以降の方ですね、資産を守る方向に行く方に対しては、そういう商品は別に僕は選択肢としてありなんじゃないかなと思ってるんで、そういう購入の仕方を おすすめしております。ただ、現金で持っとくっていうのもね、一つの手だと思うんで、まあ、言うたらそういう証券、国債に変えてしまうということは、手持ちの資金を減らすことになるんでですね、そういった意味で、その自分の手持ちの資金と、まあ、見比べながらですね、いや、そんなに多くはもう手持ちいらんわっていうんであれば、その個人向け国債を買うというのでですね、一部持っておくっていうのは一つかなと思ってございます。ちょっと10分超えたんでですね、まあ、こんなもんにしておきましょうというところで、お話は終わります。以上です。